みもめもさやかです。スーパーマリオデッセイパート17になります。ハート体力が1個減ってるような気がしますが、気のせいです。ハンデです、ハンデ。というわけで、お肉のとこに行きたい。お肉のところに行くべく、私は今奮闘して、おい、なんで奮闘しているわけです。よいしょ。はい、広大の保管場。いや、怪しいんですけど、ジャンプ？あー、え？塩にまみれてて、あー、なんか狙われてる。マリオ今お肉になってんの？ヒゲついてるけど。あ、持ってかれる。あ、待って、入れられちゃう。どういうこと？どういうこと？熱い。え、具体的にどんな試練が待ってんの？私、地中の中に入るなんて初めて。こっちをこっちに行くべきなのか。あ、危ない。行くよ。あ、はい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 、あ、はいはい。あのね、アングル大事にして。アングル大事だよ。おー、ナイスナイス。ハート1になってからが勝負勝負。よし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 。ほい、あ、戦う系かと思った。いいね、なんかすごいミルキー、白とこういうミントブルー。飛び込め火山の大鍋、美味しそう。てりりりてりりり、なになになに、あー、めっちゃ吹かされてる。どうす、あ、え、あ、え、どうなるの、あーれー。どうなっちゃったの、マリオ。マグマ滝を遡って新たな試練が始まりました。いてて、派手に吹き飛ばされた。とんでもない力だね。火山はまだ噴火してるよ。なんか強制的に私たちさ、え、なんか変わってる。あれあれ、一個取ってないんだっけ私。なんか後で取っときますねみたいなこと言ったっけ。変わってる。火山で火力が上がっちゃった。祝福のシチューどうなっちゃうの。心配だけど近づけないから誰か見に行ってほしい。だよね。火山入り口、広場の入り口が塞がった。ファイヤーボールじゃん。え、この子はフライパンじゃない。これ何、怖いよ。はい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 。あ、なになになに、あ、やったイエス。はい、2つの炎に照らされて5月28日。何も学んでいない。登校日の今朝の4時です。夜型な、あ、こっちじゃないな。どうやって行くんだったっけ、向こうに。多分この子にならなきゃいけないんだな。あれは何だろう、大砲。よいしょ、飛ぶ。え、これ私調節はできないの。結構ギリギリ。他にやんなきゃいけないことある？あ、なんか上から飛ばされてる。あ、なんてこった。あ、待って待って、危ない。変なフラグしか立ってない。おい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 、すごい。これ自分で受けなくてよかったよね、この
ジップファイヤーボールが。火山の洞窟、あ、ついてるの、ごめんね。よいしょ。山頂への道はこの先しかない。向こうは広場かな。うわぁ、あー、違う、ナイス、たまたまだぞ。ほい、ほい、いい感じにゲットはしているのでは。パープルコイン、実はこの動画始める前にパープルコイン1個見つけてたんです。え、苦手。なんで、今終わったと思った。1個見つけてたんですけど、待って、あちょっとあれは時間かかるなと思ったんで裏で撮っときます。どうがいいコツなのか。おい、これは何ぞや。お、ナイス、ありがたい、分かってる。ドキドキ、火山の中ってことだよね。あー、うわ、これは飛んでいかなきゃいけないんだろうね。あ、流され、そこまで流されてるわけではないですね。で、この上は行けたりする？行けたりしない？あ、うっそ。そうだよね、そりゃそうだわ。だって普通の床に落ちちゃったらあの子消えちゃうもんね。そりゃそうだわ。今度こそちゃんとジャンプするより避ける方が正解かな。待って、こっち側に何かありそうじゃない？ほら。はい、マグマ柱の裏の横穴、これはちゃんとよいしょ、ちゃんと行かなきゃいけないんだな。ほい、やりたいことは この上にちょうど落ちる。あー、ナイス。オッケー、熱くない、大丈夫。よいしょ、あ、そういうタイプ。はい、マグマ滝を遡って、あ、もうタイトルのやつ手に入れちゃった。ご丁寧に橋が出る決戦ホック町。うわ、え、あんな風になってんの。いや、ある程度覚悟はしてたけど。頑張ろう。あー、火をつけたいな、火をつけたい。はあ、この子はどうなの。あー、え、あの子につけてもらうとかじゃないよね、あれ。そんなバカな。え、でもいないね、この火の玉の子。生えるかな。まあ、うーん、気が向いたら裏で動画に、あ、いや、気が向いたら動画にするけど多分裏でやってる可能性が高い。ほい、え、どんだけ出るの。数えてなかった。でも前回のアスレチックみたいなところでかなり私コイン使ってるんで、ちょっとコインは惜しまず欲しい。え、あ、持てるんだそれ。ほい、今落ちた私。あ、わかった。今木じゃない、岩食べてたんだ。ん、あ、これ乗ってていいのか。あ、あそこにある、あ、キノピオがいる。やだやだやだ
やだ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 、すぐそこにあるよ。ほい。この先の道は危ないの。キノピア置いてきた。違う？あー、ハテナブロックがある。これ取ってこう。ほいほいほい。先は危ないのと言われても行くしかない。ほい。なんか言ってる？ごめん、何言ってんの？あ、弾くと飛べるの。忘れた人向け。その前にこっちを確認し、これが気になる。オッケー、ナイス。花の効き方、私。裏は熱いのかな。多分こっち暑いんだろうね。ピーマン飛んでくる。ほい。なかなかうまいんじゃない？なかなかうまい。待って待って待って、フラグとかいらないから。ナイスー。まあ特に減ってないけど、優しい。あ、違う違う。何今の。何今の。ほい。意外とサクサク来れてる。これさ、な、あー、いや、なんでもない。いや、言ってよ。言ってよ。おお。いや、こっちを使うのかなって。もこっちを使って下に降りて、いや、あ、下に降りて向こうまで行けるようになるよね、ファイヤーの子使ったらっていうことを考えたのですが、とりあえずストーリーを進めましょう。ストーリー？なんだ、先クリア。そう、マリオ、マリオは引っかかってくれるからいいよね。よし、来た。なんかコントローラーのせいにしたくないんだけど、あれ、今のダメなの？あ、このままいけない？いけちゃった。あ、行っちゃダメなんだ。ですよね。え、出てきたりしない？あ、でもさ、行こうと思ったらいけるんじゃないのこれ。落ちると何？あー、厳しいか。あ、引っかかれた。こっち何？よし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 。うわ、ズルしちゃった、ズルしちゃった。そう、コントローラーのせいにしたくないんだけど、なんかね、多分私今回始めるとき、接続するときコントローラーを、多分ね、左のスティックちょっと傾けた状態で始めてたっぽいんだよ。で、なんか必要以上に進んでておかしいなって思って、はい。そんな感じです。飛ぶ、なんか予想外の方法できちゃったけど。まあ結果オーライ。あ、さっきよりなんかよく煮込まれてる。火力が高いから溶けてんのかな、具が。あー、これ壊してってった方がいいかな。どうする、このトゲトゲ怪しいかな。トゲトゲ沈んでったね。ちょっと下でジャンプしてみる。あー、下でジャンプだってな。あー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 、危ない。なんか出てる。あ、ハートハートハート、いいね。あー、あ、待って、わかったわかったわかった、ごめん。これ乗っていいや。わかったわかった、むしろ乗るべきでした、すいません。ナイスアタック、ごめんね。ハーって言ってる場合ではなかった。何がハーですよ。ハート消えちゃった、ハート消えちゃ、あるあるある、よかった。ではじゃあダッシュして先回りし、ドン、あれ、先回りし、あ、なんでなんでなんで、あー、あ、オッケーなの、時間経った。おお、行きます。あー、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 
る。せめて言葉を喋るってね。ハートありがたい。とうとう意味ないのかな。当たってないだけよね。あ、意味ないっぽいな。意味ないっぽい。これは待機、入ってくるまで待機。あ、何を吐いてるのか。マグナ、マグマ鳥だからマグマを吐いてきてる。え、え、待って、距離感わかんないんだけど。え、距離感わかんないんだけど。あ、こっちの方がやりやすいかな。ちょっと待ってね、バイでダッシュしつつ、これどのぐらいやってくれ、吐き続けてくれる。 Y ダッシュ無理かな。あー残念。ね、難しい。とりあえず横を、横でやってみよう。どうしようどうしよう。あ、ハート出てきてる。2個も出てきた、嬉しい。失敗を恐れない。横、え、全然わかんない。あ、上がれてる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 。あ、よし、あ、あ、いけるいける。あ、もどかしい。よし。いけたー。え、鶏肉になったの。君、鶏肉になったの。おいしくいただきます。いいのかな、これで。また会いにできたらいいのかな。祝福シチを無事に救いました。決戦極上。マグマ鳥じゃなかったわ。いやー楽しかった。まさかの方法で、ね、登ってきてしまったけれども。はい、どんやん。よし、じゃあ全部集まったね。うん、クッパ追いかけよう。あ、今なんかカカシ見えた。うん、いろんなやり込み、あ、あのとこに紫コイン、いろんなやり込みが見えてますが、とりあえず一旦ストーリーしましょう。わあ、すごい、あと1個じゃん。おでん成功がパワーアップ。ついに私もここまで来ましたか。あ、なんかノベルティみたいなの買ってないや。はっ、もう直前まで来てる。クッパの城、え、クッパのってまさか、本当にまさかですね。全然その準備してなーい。行っていいのかな。今までと同じパターンって思ってるけど、あ、レディーゴー。こんなもんなんかな、惑星だって。もうほとんど気球に乗ってるもんね。あとはやり込みで、いろいろあると。あ、そういえばアミーボ忘れてた、またいつも始めるときにやろうと思って忘れる。祝福の七を盗んだってことは、それを結婚式で振る舞うつもりなのかも。さてさて、これでも読んでおこうかな。旅のワンポイントアドバイス、三段飛び。はい、わかります。ホップステップジャンプだって。そして問題の下調べを。うわ、クッパの国って、クッパってやっぱりあのクッパだよ。ん、嫌な気配が。なんだ、揺れてる。閉まらない格好ですね。竜王じゃん。すごいかっこいい、バハムート。お前の力を見せてやれ。強そう。やばい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 。また壊れる。そら避けれんわ。この曲好き。
あーケーキの上にクッパとピーチかなの砂糖菓子的な。そう、どこにまたこ、あ、2回目だよね落とされるの。また失われし国滅び屋、滅び屋、またお弟子が壊されたよ。パワームーンを集めて直さないと。うわぁ、なんだこの雰囲気。わぁ、でもなんかいいね。え、なになになに、なんかいいことある。あー、コインとか出んのか。わぁ、雰囲気ある、いいね。ハイファンQのステージであったね、こんなの。はい、向こう。マスターソウル的な。え、なに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 、なに、え、嘘、マジ、マジなん。どうしろって言うの。まさかこんなゲームと思わんやったんやけど。あー違う。え、なに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 、帰ってくる。これどうしたらいいんだろう。あのね、右スティックは効かないですね。特にアングルはこのまんま固定っぽい。あ、あ、あ、待って待って、あ、わかった。この、あ、登りたい。こっちから登るのか。で、これを取る。そのために練習させてるんだ。あー、で、あそこでヒップドロップするのかな。あー回復したい。あー、オッケー、避けて、避けて、避けて、丸じゃないのがまた。よしよし、今度こそ。あ、あ、続きになってる。よいしょ、効いた。ふう、回復回復。あー、ずれてる。おいおいおいよ、勝てるかな。なんでずれるの。お、避けて、よーよよ、オッケーオッケーオッケー、よいしょ、多いな、よいしょよいしょよいしょ、オッケー、いける。あー、なんかまた増えてるんじゃないの。回復はあと、なんかこれどうしたらいいんだ。あ、これで避けたらよかったのか。避け、避け、あー、やばい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 、これを回復優先するべきなのか。いや、私は行く。よいしょよいしょよいしょ、キャッピーキャッピー、とどめだ。は？絶対かっこいいやつじゃん。今勝ってたら絶対かっこいいやつだったじゃん。リベンジ、もうどうしよう、カットします。ここが弱点じゃない、聞いた。よし、1回目、はい、2回目。これはきついぞ。前はダメだな。あ、これは厳しい。おい。どやどやどや。あ、出た出た。グランドムーン。ちょっと3回目前から行ったのがきつかったな。日押しのっちゃったのかな。
った。ワッフー、決闘、イカズチの王。イカズチの王か。これで治るかな。ふぅ。こんな格好で、はい、どや。着替えればよかったね。まさかこんなことになると思ってなくって。いけるのかな。あ、3個だからいけるね。うん。じゃあ、とりあえず、今回のパートは、ここまでにしようと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。